皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。今日はジャズギターレッスンではないんですけども、マンハッタン、ニューヨークの街並みをですね、皆さんにお届けしたいと思い、撮影してきました。実は、以前ライブ配信した時にニューヨークの街並みを、こう撮影してほしいというリクエストをいただきました。あとはですね、皆さんやはりこういろんな方から、ニューヨークでジャズギタリストとして活動するのはどんな感じなんですかという質問をいただきます。そういったことにお答えするために、僕のですね、日々の生活の一部を垣間見てもらえるような感じになればなと思い、今回はですね、うちからマンハッタンのミッドタウンにある演奏現場までの道のりを、撮影してきました。まずうちから出てですね、うちの周りを、こうブラブラブラと、行って、そこからですね、ホーランドトンネルを通ってワールドトレードセンター、ウォールストリート、そしてですね、国連の建物なんかを見た後に、トランプタワーも、確かちらっと映るんですけども、そこから、演奏会場の近くに着いてからは、普段ですね、僕が演奏の仕事に持っていく、必需品なんか、あとですね、ギターのケースに何が入っているかなんかとかいろいろと紹介したいと思いますし、あとは演奏で使う機材なんかも、持ち運びの方法なんかもいろいろと解説しながら、いろいろと紹介していこうと思います。道中はですね、僕が最近よく聴いているアルバムの話だったりとか、たわいもない話をしたりとかしてるんですけども、ラジオを聴く感覚で、映像を見ながら、楽しんでいただけたらなと思います。あと、BGM は、僕の、ニューアルバム Life is Now の中から、何曲かいろいろとかけていますので、そちらもですね、合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。では、最後までゆっくりとご覧ください。はい、ということで今家の外に出ました。でこれから、車の方に向かうんですけど、アメリカはこのような感じで、路上駐車をすることがほとんどなので、こんな感じで車が並んでます。ちょっとギターを置きます。ちなみにですね、今ギターを車に積み込んだんですけど、今日はこんな感じですごく、天気がいい、一日になってます。ちなみにこの辺が、僕の住んでいる今街のエリアなんですけども、すごく、青空で雲一つもない感じという感じです。はい、ということで、もうこれで今ギターを車に積み込んで、これから、演奏する会場に、向けて出発します。今日はですね、マンハッタンの、ミッドタウンにあるお店で、演奏するので、この僕の今住んでいるジャージーシティから、マンハッタンのいろんなところを通って、僕は普段どういう風な感じで演奏の、仕事現場に行っているかというのを、皆さんの街の雰囲気を感じていただけながら、見ていただけると嬉しいなと思います。途中ですね、安全運転が第一なので、無言になったりするかもしれないんですけども、その辺はご了承していただけると嬉しいです。ではこれから行ってみたいと思います。ちなみにですね、僕の住んでるところはジャージーシティというんですけども、マンハッタンから、もう川を挟んですぐ、電車で行くとですね、15分もしないぐらいでマンハッタンに着くところに、住んでいます。僕の住んでるこのストリートなんですけども、このストリートはですね、このままずっとまっすぐ行くと、ニュージャージー側からマンハッタンに入る、2つのトンネルうちの1つ、ホーランドトンネルというところに行くんですけども、そういったこともあってですね、結構うちの前はですね、交通量が結構多くて、実は YouTube の動画を撮ってる時も意外と、道のノイズとかが入ったりとかして、たまにですね、頑張ってバックミュージックとかを使って消したりとかするんですけども、そういった感じでこの街の、道のですね、ノイズが、動画に入っちゃったりとかしてるという感じです。よいしょ。ちなみに今かかってるのがですね、去年発売になった Life is Now という、トリオのアルバムの、1曲目なんですけども、今回はですね、せっかくなんでこのアルバムを、流しながら、演奏現場の方に向かっていこうと思います。普段はなんか、例えばもういろんな、パッとその時に思いついた、聞きたい CD なんかを持って、移動する時に聴いてるので、結構ですね、移動の時が集中して音楽聴けるっていうような感じの、僕の中ではかなり貴重な時間になってます。よいしょ。この辺はやはり
最近になって人がすごく多くなったのでストップサインが多いんですよね、安全の、確認のための。あとやっぱこっちの人って意外と信号を守らないで渡ることも結構多いので、信号が赤だからとか、信号が赤だからとか青だからとかっていうよりもどちらかというと、目の前でこう見て安全確認しながら行かないと結構ですね、本当に、みんな自由に渡ってるね。特にマンハッタンは結構無法地帯なので、かなり信号を気をつけながら渡ってるという感じです。よいしょ。はい、ここでストップして確認して、はい、最近何を聞いてるかなっていうのをちょっとパッと今思い浮かんだんですけど、最近はですね結構アフリカのドラムを聞いたりとか、あとやっぱりまあずっと好きだったというか、まあ好きなアートブレイキーを聞いたりとか、あとはバイオリンのソロの曲とかもよく聴きますね。はい。で、またちょっと後で自分がよく最近聴いてる音楽については言おうと思うんですけども、ここを曲がるとですね、はい、よいしょ、ちょっと映像が乱れてしまったんですけど、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、はい、すいません、ちょっと映像が乱れてしまったんですけど今直りました。ここはですね、ちょっと見えにくいかもしれないんですけども、マンハッタンに入る、ニュージャージー側から入る2つのトンネルのうちの1つの、ホーランドトンネルというところです。よいしょ、こんな感じですね。ちょっと見えますかね。よいしょ、はい、結構普段は交通量が多くて、すいません、かなり混んだりもするんですけども、今日の演奏は実は夜ではなくて昼間の演奏なので、演奏に行く時間がかなり、まあ、オフピークというか、混雑する時間からは離れているので結構比較的車が空いてる感じです。よいしょ、これが、ホーランドトンネルというハドソン川の下を通ってる、トンネルなんですけども、ここまで皆さんちょっと実はお気づきになったかもしれないんですけども、内から出てマンハッタンに行くまで実は全部一方通行なので、まあ、アメリカはこう右側運転するんですけど、そういったところをなんか感じないでここまで来たんじゃないかなと思います。ちなみにトンネルはですね、帰るときは反対側の2車線が、もう一個別のトンネルになるんですかね、あるので、そういった感じで一方通行になってます。ただまあマンハッタンに入ると一方通行じゃないので、そういったことも見れるかなと思うんですけども、ちょっとまあトンネルが長いんで別の話をしようと思うんですけども、ですねって言った瞬間にトンネルの出口が見えてしまいましたが、結構演奏に行くときに何を持ってってるかとか、なかなかみんなにこう皆さんにですね話す機会とかないと思うんですけども、ニューヨークで演奏するときはですね、ほとんど、会場にアンプがついていないので自分のアンプを持ち込んでいくという感じです。はい、ここで今ちょっとマンハッタンに入りました。はい、そうですね、なので、まあ、アンプを積んで、でアンプはですねアコースティックイメージのヘッドに、レーザーズエッジの、ステルス10というスピーカーを使って演奏することがほとんどです。で、まあ念のため例えば延長ケーブルとか、あとやっぱこうケーブルの替えというのはですねやっぱ常に持っていますね。で曲の譜面とかなんですけども、実は、意外とマンハッタンで演奏するときに、ジャズ演奏するときはウェルカムというマンハッタンって見えますかね。よいしょ、はい、演奏するときに譜面がほとんどないので譜面を持っていくことはないです。ただその代わり
やはり何を演奏するかわからないところもあるので、結構不安な部分もあるんですけど、久しぶりに自分が演奏する曲なんかもみんながこうコールしたりとかすることで、自分の記憶がですね、しっかりするところもあるので、すごく、そういった、日々のこう演奏というのは自分の能力を高めてくれるすごいいい機会だと思います。あと最近、ギグで演奏の時に持ってってるのは、すごいなんかどうでもいいことかもしれないんですけど、なんかボトルの、水が入るボトルのウォーターですね、それになんかこうお湯沸かしたのを入れといて、っていうのはなんか意外とマンハッタンで水買ったら結構なんかバカバカしいぐらいちょっと高かったりとかするので、そういった、ちょっとしたところで節約というか、使わないでいいお金は使わないようにしてる感じです。この辺がですね、すごくおしゃれな建物が結構建ってるんですけども、この辺がウォールストリートの近くだったりするこの南側なんですよね、マンハッタン島ので、トライベッカというふうに、言われるエリアになるんですけども、今この実はこの向こうに青空で見えてるのが、今さっき出発した、マンハッタンの反対側のジャージーシティ側です。結構天気がいいのですごくいいですよね。結構演奏の仕事に行くときとかは夜が多いので、ここを通るときとかは夕日が見えたりとかする時間帯に来ることが多いんですけど、今日はちょっと昼間の演奏なので、今ちなみに今のこっちの時間で、11時37分です。ちなみに今日はちょっと早起きしてですね、ライブ配信でジャズスタンダードについても、話したんですけど、僕の大好きなマイシャイニングアワーという曲を題材にしながら、いろんな、スタンダードの覚え方とかっていうことをやっていったんですけども、そのライブ配信が終わってこうしてまたちょっと動画を撮ってる感じなんですけども、よし、はい、今一瞬見えたのがマンハッタンから見えるレッドジャージーシティで、これがですね、今向こうに見える高い建物が、うちからも見えるんですけども、ワールドトレードセンターの跡地の近くに建った、フリーダムタワーです。すごく高いですね。はい、よし、これがマンハッタンの、ハドソン川沿いを通ってる、ウエストエンドハイウェイっていうんですかね、車だけが通る道で、ただ横側にですね、自転車専用の道路とかあったり、あと歩行者の人が通れるところがあったりとか、そういった感じですごく広いですね。5車線ぐらいあるんですかね、今ここで4車線になってって感じ、4車線かな、よいしょ。ちなみに、電車で演奏に行ったりすることもあるんですけども、その時にはですね、地下鉄、パストレインという電車に乗って、よく演奏に行くんですけど、そのパストレインというのの一つが、この、ワールドトレードセンターの跡地の方に着く、駅で、そこからマンハッタンの地下鉄に乗り換えて演奏する会場に行く感じですね。ただやっぱりコロナになってからいろいろと治安のこともあったりとかするので、最近はもうほとんど演奏に行くときは、車で行ってます。ただだいたいマンハッタンのどの、演奏会場に行くのも、30分か1時間ぐらいで電車でも行けるし、車でも同じぐらいの感じなんですけども行ってます。あと電車で行くときなんかはその時にやる予定の曲とかをさらったりとか、結構ですね、移動時間っていうのはその演奏の、準備をする、貴重な時間だったりするかもしれません。もちろん家の中でも、準備はしてるんですけども、そういった時間を有効利用しながらっていう感じですね。はい、よいしょ。で、今ちょっとこれカメラが動かせないんですけども、左に見えるこうちょっと空白みたいになってるビルの切れ間みたいなところですね、そこが、マンハッタン、ワールドトレードセンターの跡地です。ちょっとね、運転を中心にしてるのでカメラを動かせないんですけども、はい、
よいしょ。でこの辺がもうちょっとここから東側に行くとですね、歩いて5分とかぐらいでウォールストリートですね、有名なウォールストリートです。なのでウォールストリートっていうのはもうかなりマンハッタン島の南側にあるんですね。でこれを右に曲がるとですね、よいしょ、この右側にあるのが、ちょっとまたカメラが動かせないんですけど、国連の建物になります。よいしょ。このマンハッタンの通りもですね、実は一方通行になっているので、意外と反対側に車が走ってないので、まあ、言い換えるとですね、ちょっと道に迷ってしまうと一個こう通りを越えてもう一個行かないと、北側に行けないとか南とか、あと、東西にも行けないっていうのがあるので、まあ、なかなか道に迷ったりすることあるんですけど、よいしょ。ここにあるのがなんかトランプタワーですよね。なんか実はまあなんか何個も何個もあるんですけども、そのうちの1個です。結構ニューヨーク来られた方は、分かってるかもしれないんですけども、マンハッタンってこう、おお危ない。よいしょ。なんかちょっと例えばなんか 2,3 分歩くだけでなんかこう街のその雰囲気が変わったりとかするような感じで、もうこの辺まで来ると最初のあの南のところの感じとはちょっと違って、なんかこう人がいっぱい住んでる感じの雰囲気ありますよね。そういったとこもですね、結構なんか僕はマンハッタンの好きなとこなんですけども、ちょっと道の真ん中に煙出てるの見えますかね。あれなんか何の煙か分かんないんですけど、マンハッタン結構いろんなところに煙が出てて、最近聞いた話によると煙ってやっぱり体に悪いみたいなので、あとなんか結構建物の爆発とかにも関係したりするような、結構危ないみたいなんですけど、結構観光客の方とか、まあ、僕も含めてやっぱりそのなんだろうなとか思って写真とか撮ったりとかしたことあったんですけど、意外と近づかない方がいいようなとこだったりとかするみたいですね。どうも、皆さん、実はですね、ちょっと、まあ、駐車場を探すのにちょっと手間取ってしまって、まあ、20分ぐらいくるくる回ってたんですけども、だいたいマンハッタンで演奏があるときは、まあ、予定よりも、かなり時間に余裕を持って出るようにしてるんですけども、ちょっと、まあ、早く着いたというか、まあ、ちょっと駐車場に手間取ってしまったので、あれなんですけども、ちょっと今回の、ギグで使うギターの、ケースです。まあこうやっていつも、まあ助手席に、運んでるんですけども、助手席でこんな感じで、ケースの中はよいしょ、あ今さっき言ってた、このウォーターボトルですね。まあカナダツアーに行った時に買ったんですけども、結構ですね、こういったウォーターボトルがアメリカとかでは主流で、なんて言うんだろう、コーヒー入れたりとか、まあ、場合によってはお酒入れたりとかしてる人もいたんですけど、そんな感じでやってます、飲んでます。よいしょ。そしてまあこれペンケースですね。なんかまあメモするときとかような感じなんですけども、それぐらいの感じです。あとは何が入ってるかな、よいしょ、じゃじゃんっていう感じで、あこれ僕の名刺ですね。ちょっと電話番号が入っちゃうんであれなんですけど、こんな感じの、名刺です。結構入ってますね。であとは予備の弦と、あとなんだこれ、あ娘が書いてくれた、だいぶ前に演奏行く前に頑張ってって言って書いてくれた手紙がまだ入ってますね。あと確か予備のピックが1枚ぐらい入ってたような気がします。よいしょ。はい、
これが今回の、演奏に持っていく、セットです。というかすごくシンプルなんですけど、まあ、ギターでちょっと開けてみましょうか。車の中で開けられなかったので、よいしょ。いつもあの YouTube の動画で使ってる、マッカーディのケンメアです。ちょっとここには、ギターの乾燥しないために、あの結構冬乾燥するので、乾燥しないためにこの加湿剤っていうんですかね、これをよいしょこう入れてるんですね。スポンジに水を吸わして、で、まあ、直接当たったらまずいので、ちょっとこうやって広島カープの布でくるんでるんですけど、こんな感じです。であとはよいしょ、これが、まあ、あのセットリストなんで、セットリストというかすみません、これが機材なんですけど、レーザーズエッジのスピーカー、こんな感じでカートで運んでます。そして、これがですね、結構このバッグよく使ってるんですけど、かなり頑丈で、まあ、ツアーとかに行くとですね、名前書いてあった方がいいのでっていうので、刺繍で信貴高面って書いてあるんですけども、はい。でそれでこれがカバンの中なんですけども、こういった感じでケーブルとかチューナーとかを入れる、袋、はい。まあ、予備のケーブルもかなり毎回ちゃんと入ってるんですけども、入ってます。そしてこれがですね、実は優れもので、実はアンプの上に、ちょっと今アンプ出してないんですけども、こうやって置いて、このアンプヘッドを上に置くための座布団です。まあ、ちなみにこれ手作りなんですけど、でそれでこの布がですね、かなり優れもので、これは僕の知り合いのベースの棚橋くんが教えてくれたんですけども、こんな感じでペタってふっつくので、こういう感じでケーブルとですね、電源をあの一緒にして置いてます。でこれがちなみにアンプのヘッドなんですけども、こんな感じです。はい、この布ちょっと一回やってみると分かると思うんですけど、こうやってペッペッてやるとこうペタッとふっつくんですよね、風呂敷なので。こうやって、機材をちょっと今うまく畳めなかったんですけども、こんな感じでよいしょぺったりと運んでます。そしてあと、まあ、延長コードが入っていて、最後にですね、これあのちなみにこれはあのラムショーに行った時にもらったんですけども、アンプランプというもので、こうしてですね、こんな感じになってるんですけども、よいしょ、はい、ここにマジックテープがついていて、ここにこうやってですね、よいしょ、止めると滑り止めもついてて、このような形でアンプをですね、傾斜の角度をつけることができる、まあ、即席のもので、まあ、ほとんどの会場で、こういったものがないので、持ってっています。これ多分もしかしたらどっかで買えるかもしれないので、また情報をですね、はい、詳細欄の方に入れておきたいと思います。ちなみにですね、アンプを運ぶときはこんな感じです。こういう感じで乗せて運んでます。かなり、軽くいける感じなので、まあ、多少の移動距離は大丈夫な感じです。よいしょ。で、今日行く演奏会場の近くはこんな感じです。はい。こんな感じで、前半だったんですけども、途中、トラブルで、ウォールストリートからこの辺のミッドタウンに来るまでの動画がちょっとですね、保存できなかったので、国連のところまでなんですけども、後半は、そういった帰り道の、動画と、あとですね、まあ、演奏した曲なんか、今日演奏した曲なんかとか、あと演奏についてのなんかいろいろとちょっと話しながら、また、ジャージシティの方に戻りたいと思いますので、後半もお楽しみに。いかがだったでしょうか。今回のですね、前編ではこうしてうち、から、マンハッタンの演奏現場までの、道のりを紹介しました。そして次回の後編では演奏会場からうちに帰るまでの動画を撮影したんですけども、ただ帰るだけだと面白くないので、いろんなですね、まあ、有名なアーティストの、曲名にちなんだ場所だったりとか、あとはですね、有名なジャズミュージシャンがライブ版を残した、まあ、すごい有名なクラブを、撮影してきたりとか、まあ、外観なんですけども撮影してきたり、あとはですね、もう皆さんも、ご存知かなと言われるような、まあ、グリニッチビレッジにある有名なジャズクラブの、周りの景色なんかも、撮ってきましたので、そちらも、お楽しみに。あとはですね、今回紹介したアルバムやあと機材なんかの、リンクもですね、この概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。
今後もこうした動画を撮っていこうと思いますので、もしマンハッタンでですね、皆さんが見てみたい場所、行ってみたい場所、なんか撮影してきてほしい場所なんかございましたら、お気軽にご連絡いただけると嬉しいです。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。